えっと、Google ググのゲームストリングサービススタディアの自社ゲームスタジオが閉鎖されました。Amazon の自社ゲームスタジオもうまくいってるといいないと思いますが、なぜこの両者はうまくいかなかったと思いますか。えっと、あの Google も Amazon もそうなんですけど、あの効率を重視することで評価をするタイプの会社なんですよね。 例えばそのアマゾンってそのまあ商品をどう売り上げるかっていう売り上げっていう数字でそのじゃあ,あのそのどういうふうにじゃあ商品を展開してった場合に売り上げが増えるかとかでグーグルの場合ってじゃあそのユーザーをどれだけ処理したかっていうそのクリエイティブではなくてスペックで勝負する会社なんですよ。 なので、その、o g l e って、その、まあ、あの、タイトルロゴがたまに変わるぐらいで、基本的には、じゃあ、その、何秒間で返答が返ってきたかとか、ユーザーがどれぐらい使ったかとかっていう、その、数字で判断する会社なんですけど、ゲームが面白いかどうかって、数字で判断することはできないんですよ。で、めちゃくちゃお金使ったら、必ず面白いものになるかというと、そうでもないんですよ。 なんか個人が適当に作ったしょうもないゲームとかがなんかすげえ人気になることもあるしめちゃくちゃお金使ったとしてもそんなに面白いものにならなかったりするんですよ。なのでその会社の文化としてその当たるか当たらないかわからないようなものに大金をかけて作り続けるっていうのが向いてないんだと思うんですよね。であのエピックっていうあの えとフォートナイトをやってる会社があるんですけどでそこがゲームプラットフォームとして今伸びてるんですけどで一応そのエピックフォートナイトも作ってはいるんですけどただ自分たちの自社とでスタジオでガンガンゲーム作るんじゃなくて他の会社のゲームを買いまくってるんですよ、まあ、正確に言うとあの一定期間の独占配信権を買うっていう形で,で独占配信権の間にタダでゲーム配ったりするんですよね っていうのをやって、じゃあそのエピックいいじゃんっていうのでみんながエピックに登録して割とエピックのアカウントを持ってる人が増えてるっていう状態なんですけどなのでその自分たちでゲームを作るよりも面白いゲームを買ってその独占配信権っていう形で自分のプラットフォームにお客さんを呼び込むっていう方が成功法なんじゃないかなと思いますなのであの Google は自分で作るのやめて他の会社にお金を払うっていう方向に切り替えたのでそっちの方が正解なんじゃないかなと思ってます